ゼーレバルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル軍に属す、町村である。この町は1970年12月1日に、それまで独立した町村であったアイターハーゲン、バッテンバッハお及びベレローデが、地域再編に伴って合併し、成立した。町名は、この町が、中べく産地、ゼーレ内に位置することから選ばれた。ゼーレバルトは、 北ヘッセンの住宅町であり、工業はほとんど立地していない。かつてゼーレバルトの村は、農業で生計を立てていた。ゼーレバルトは、カッセル郡の南東部、カッセルの南東約1 3キロメートルの中ウィク山地、ゼーレ内の森深い高地に位置している。この町の集落を古田川の支流であるファーレンバッハ、川とミュールミッシュ川が流れている。ファーレンバッハ川に面した、 ベレローデ地区は森に囲まれた山並みの北に位置しており、西にハムビュールスコップフ、東にブラント山がそびえる。尾根の南、ミュールミッシュ川の支流バッテンバッハ川の谷にバッテンバッハ地区があり、ミュールミッシュ川との合流点近くにアイターハーゲン地区がある。ゼーレバルトは、北はローフェルデン、北東はカウフンゲンとヘルザ、東はヘッシュ,シュリヒテナウ、南はメルズンゲン。 南西は、ケルレ、西は、グックスハーゲン及び、フルーダブリュックと境を接する。自治体としてのゼーレバルトは、アイターハーゲン、バッテンバッハ、ベレローデの各地区からなる。行政機能は、ベレローデ地区にある。ゼーレバルトの境界この町は、ヘッセン州の地域再編に伴い1970年12月1日に、アイターハーゲン、バッテンバッハ、ベレローデが合併して成立した。 新しい町の名前の由来となった、ゼーレ産地は、古田川東岸からシティフツバルトにまで伸びている。ゼーレ産地は、古い入植地域の一つである。ゼーレという名前は、乾燥したを意味する、そう、または、SR を語源とする。高地に作られた初期の入植地ではしばしば水が不足し、これらの開墾地はすぐに放置された。こうした廃村の一つが、19世紀以降、 シュティュック・キルヒエンと呼ばれる土地である。ヘッセンハインやヘッセンハーゲンといった入植地はおそらく1347年から1352年の国史病流行によって放棄された村であった。ヘッセンハイン協会の後だけがかつての入植地の痕跡を止めており、グロッケンボルンと共に多くの行楽客の目的地となっている。ベレローデ、バッテンバッハ、アイターハーゲンは ファーレンバッハ川、バッテンバッハ川、ミュールミッシュ川の谷に位置しており、住民は十分に水を得ることができた。しかし、ここは平地が少なく、斜面を開墾した土地は地味に乏しいため、収穫はわずかであった。このため、入植者は森を生計の足しに利用せざるを得なかった。住民たちは長年、森での放牧権を有していた。この他に、森では木材、 好み、キノコが得られた。女性や子供は、わずかばかりの副収入のために、これらを採取した。ベレローで集落だけは3,560ヘクタールの森と、わずか461ヘクタールの高地を有していた。このため、税で産地の村の住民の多くは、林業と農耕する女性で生計を立てていた。彼らは、もちろん狩猟権を行使することはできなかった。当時、 その権利は貴族領主のものであった。領中に富んだ森はしばしば、ヘッセンホーハクの華麗な追い立て領の舞台となった。ジェローム王も、おそらく一度は狩猟のために、ーレ山地を訪れている。すでに昔からゼーレの三つの村は一つの共同体であった。その最初の証拠は、13世紀から14世紀の変わり目頃に残されている。 1351年の霊園の譲渡書類が、ベレローデ村の600年以上の歴史の原点である。3つの税での村はいずれもアムとオーバー・カウ・フンゲンの会に置かれた。このため、住民たちは、ゼールの森やシティ・フツバルトを通るシュスタース・ラペンのアムツップ・ファートを通って、上位の役所へ行かなければならなかった。税で産地の村の発展は、 その隔絶された環境によって妨げられていた。交通の便が悪いことで、これらの村は小規模な入植者集落の段階に止まっていた。わずかばかりの農業と森が何世紀もの間、住民たちの生活を支えていた。大きな転機は、1911年から1912年のゼール鉄道の建設によってもたらされた。この鉄道が運行を開始したことで、 カッセルの職場まで早く快適に行くことができるようになったのである。より良い教育や多くの就職機会が税で産地の住民に提供された。ささやかな豊かさが家族に訪れた。小さくて良いから自分の家が持ちたいという願いが叶えられた。詳しい研究が進み、集約的な利用が期待されるようになった地元の玄武岩や葛丹を 当時、税レ鉄道はスムーズに輸送することが可能であった。これに伴って、町の周辺での職場も増えていった。特に、バッテンバッハ集落は、シュテルベルク鉱山のおかげで甲府の村となった。鉱山労働者の伝統は今日まで続いている。町の行事では、小綺麗な身なりに改めた甲府が尊敬を集めている。活旦採掘と同様に重要なのが税レの玄武岩。 採石であった。1927年には、税例のいくつかの採石場で350人の労働者がいた。これらの職場は現在はもうない。中小の企業や手工業者はあるものの、税レバルトの就業者の多くは、カッセルやその周辺に職場がある。税例鉄道は1966年に廃止された。バス交通がその役割を引き継いだ。 しかし、ゼーレバルトの就業者の多くは、他のカッセル周辺の住民と同じく自家用車で職場に通っている。ゼーレバルトは通勤労働者のベッドタウンとなった。この街の資本は、その無傷の森林風景である。ひっそりとした谷や、牧歌的な水辺を持つ、多様性に富んだ、混合林の美しさは、近郊保養地や観光地に、うってつけの条件であった。 しっかりとした木組建築の中心部の周りには新しい住宅地が建設されている。やがて人口は5300人にまで増加した。ゼーレバルトの町議会は23議席からなる。この地域では長い間、都市以外の町が紋章を使う習慣はなかった。ベレローでは、ゲンズンゲン・バートザルツシュリフトに次いで、カッセル行政管区内で、 町の紋章を用いた3番目の町であった。現在では、ヘッセン州のすべての市町村が紋章を用いている。紋章制定のきっかけは、1951年のベレローデ建設600年祭の計画にあった。これに基づき、ヘッセン州内務省は1951年1月8日に、ベレローデが紋章を用いることを認可した。しかし、これ以後も公式文書に、 これが用いられる習慣はなく、1973年以降に、やっと習慣化したのであった。とはいえ、1951年夏の600年祭、記念行事の中でこの文章は市民に紹介されていた。1972年10月18日にゼーレバルトの町議会は、満場一致で、1971年に成立した。 新しい自治体税レバルトの紋章としてこの紋章を引き継ぐことを決議し、ヘッセン州の内務大臣は1973年1月31日にこれを承認した。紋章の基本となったのは、かつての有力なヘッセン貴族エルベン家の紋章で、ベルローデについて初めて記録した1351年の文書にもこの形の印象が見られる。紋章の図柄、赤字に、 先端がユり図形となった銀の鹿の角。ここでいう、銀は文章学用語で白を意味している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。